ふおーい、にゃんたることだー。にゃんたることだー。なんだこの新キャラ、めちゃくちゃ可愛いにゃんかよー。めちゃくちゃ可愛いにゃんかよー。それに動くぞ、尻尾まで動くぞ。ふおーい、テンション極まってきたー。極まってきたー。風さん風さん、やばいですよ。もう公式の PV まで可愛さマックスですよ。ふおー、なんだこれ可愛すぎるだろ。高評価ポチ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 ー。ポチ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 ンキー。もうこれは絶対監督決めるしかありませんね。ふおー、いつもはガチャに反対するイワンコフまで今回は乗り気だー。だがこの可愛すぎる新キャラ、キララは星4キャラ、そう、復刻ガチャに含まれておりますぞ。ふうさん、ヨイミヤも八重様も監督してますよね。ああ、だから今回は星5が出たら負けだ。でも大丈夫。この前のスターレールの軽減ガチャで神引きした自分、人生の運とはまるでサイン派みたいなもの。だから今回は大爆死になるはず。その副産物でさっくりキララをゲットいたしますぞ。いけー。いきやがれー。ってなんだよこれ。うわー、いきなり星5が出たー。畜生、こんな嬉しくない神引きは初めてだ。今日もマーフィーが大暴走。そしてティナリがまた出たなりー。ほんと風さんのティナリすり抜け率半端ないですね。いやマジでスメール来てから毎回登場していますな。先ほどの神引きではキララは出なかったけど、今回は30連で最初のキララを引けました。それもなんと2体も引けました。いやマジで風さん原神うますぎですよ。けどまあここから沼るのがこのゲームですぞ。ですよねー。星4キャラ1点狙いの貫突は、だいたい250から350と言われています。だからこんな感じに宵宮7突するのもご愛嬌です。で、キララも来たぜやったぜー。ふむ、90連で3体か。めちゃくちゃ幸先が良いスタートですね。て嘘だろうい。めちゃくちゃキララが出るんだけど。いいことじゃないかこの野郎。いやこれだとオチが用意できないですぞ。そしてまたキララ、さらにバイプッシュでダブルキララ。やべえよ、140連で貫突しちまったよ。稀に見る大勝利じゃないかやったー。いやもうこれはみんなから恨まれますよ。次回は大爆死しないと許されない所要ですね。でも大丈夫、イワンコフ動きましたよ。そう、国政さんにお願いしてすり抜けのオーラを集めてもらっているのです。うわー、何をするだー。もう今にも飛び出しそうなくらいオーラが集まっているじゃないか。こうして我々特捜班はスメールの深淵に降り立ち、これ以上すり抜けてなりを防ぐためディシアさんに相談するのでした。やったぜディシアさんもスタンバってるぞそんなわけでここからが無凸パート。さあイワンコフ、公式ではキララさんはどんな風に紹介されているかな。どうやら機動力を持ちチームにシールドを付与する草元素の片手剣サポーターと紹介されてるみたいですよ。公式でサポーターとはっきり明記されているキャラ、すなわちこれはアタッカーである。だいぶ風さんもホヨバースに毒されてきましたね。けどシールドの硬さは HP 参照なので突破ボーナスは HP パーセンテージ、攻撃力と防御力は星4では普通な感じでした。重要な基礎 HP に関してはミーロー様より4000ほど低い感じでしたな。でんで、今回の技説明パートのテンプレベルはこれでいきます。テンプレベルがオール6とか随分と中途半端ですよね。いや普通に使う分にはキララさんはシールドのスキルに全ぶっ破するんだけど、ちょっと自分は爆発にぶっ破したいのでここでは素材を温存するよ。このパートでは基本の生物は加界洗顔。これが一番シールドが硬くなります。特に厳選しなくても杯と警官無理を HP にすれば体力4万を超えます。けど体力5万を目指そうとすると万眼結録か聖剣が必要になりますな。これらがないとサブオプで HP 厳選しても実数値厳選決めないと HP5 万は難しいって感じですね。通常攻撃はこんな技、4段攻撃になるんだけど、途中で剣を投げ捨てて爪で戦います。猫らしくて可愛いぞー。ただまあ攻撃寄りにしてもそんなには強くない技なので、キララでこれで戦うことはまずないでしょう。けど銃撃にはかなりの可能性を感じました。そう、銃撃はアヤカと同じ珍しい三段攻撃。進化でバフしたらテンプレベルが低いけど割とダメージが出ました。けどこの進化は貫突なので普通はこんなに連続バフ攻撃はできません。じゃあなんでこれ紹介したのですか。いや今のところ銃撃バッファーってすごく少なく限定的なので、今後に運金タイプの銃撃バッファーが来たら、キララの三段攻撃は化けそうだと思っただけですぞ。未来の性能ってことですね。そして一番使えるのがシールドを貼るスキルです。普
通のキララはこのテンプを一番最初にレベルアップします。特に厳選しなくても破壊戦眼なら HP は43000くらいいきます。シールドは HP 上限を参照するタイプで遠間みたいに重ね掛けが可能です。そしてこのシールドがすごく硬い。現環境では先制シールドの次に硬い感じになります。先制はテンプ効果で全元素ダメージの吸収効果がありますからね。キララは草に関しては 250% の吸収効果がありますな。けどこのスキルのシールド、真にヤバいところはクールタイムがすごく短いこと。マジかよ、クールタイムが8秒かよ。そしてシールドの効果時間は12秒。だからシールド中に再シールドできるのが最大の特徴ですな。スキルボタンを押せば即シールド貼るのも高評価ポイントですぞ。これは強いですね。あとキララのシールド、発動時に一瞬だけ自身に草付着します。だからタイミングが合えば自身で草幻覚を埋めます。でもこれ何に使えるのですかね？水元素付着させてその間はデバフしてくる敵とか出たら使えるんじゃないかな。フォンテーヌあたりで出てきそうな敵ですね。実際のシールド性能はこんな感じ。ターン押しスキルのシールド吸収値は普通って感じでした。ただこのシールド、重ね掛けができます。祭礼の剣を使えば重ね掛けは簡単になります。これでシールド吸収値が 1.6 倍ほど強くなって、先ほど防げなかった攻撃を防げるようになるんだね。でもこれ祭礼を持ってない人はクールタイムを待つのがだるいですね。ああ、シールドを強くするもう一つの方法が固有点。長押しスキルで箱モードになって悪質タックルを決めます。敵1体につき1回タックルを当てることでシールドが強くなります。敵が3体以上いれば3層まで貯めれるので速攻でシールドが硬くなります。ただシールド吸収上限値は最大が決まっているので、テンプレベル級の時に1万5000くらい防ぐ感じ。シールド継続時間はタックルを当てた時から再カウント。これでシールドがかなり硬くなるけど、クールタイムは12秒に伸びますな。なんだよ箱モードすっげー可愛いじゃんかよー。この箱モードは継続時間は10秒、移動速度はダッシュと同じです。この時はスタミナを使わないのが最大の利点ですな。ダッシュかスキルボタンでこれはキャンセルできて、終わり際に爪で攻撃する感じでした。この仕草も可愛いですね。そしてこのスキル、壁登りで進化を発揮します。かなり素早く自由な壁登りができますぞ。これ微妙にカサカサして見えるのはイワンコフの目が腐ってるのですかね。ああ、お前の根性くらい腐ってますな。なんだと風さんひどいぞー。ただこれで登れるところは普通に崖登りできる範疇で、効果が終わればそこから普通の崖登りタイムになる感じでした。箱モード中はほとんどスタミナ使わないのが良いですね。ということで元祖猫さんに協力してもらい、高速崖登りできるか試してみたよ。あまり知られてないけど関突アンバーで移動速度を増やすことができます。どうかないワンコフよ。あんまり変わった気はしませんね。モーションがキビキビしてないからそんな感じに見えるけど、実際は相当に早く登った気はしましたな。あと何気に箱モード中はスーパーニャーマー状態だったりします。シールドがなくなってもぶっ飛ばずに直進できますぞ。これ箱モードのやられモーションを用意しなかったのでは。こらー、もちろん箱モードが終われば普通にぶっ飛びますな。元素スキルの攻撃性能はこんな感じ。20回ほど攻撃して3回に1回激化反応が起きます。最後のとどめは必ず激化反応。けど攻撃寄りにしてもそこまではダメージは出ません。箱モード中もこまめに元素粒子は生み出していましたね。そこが箱で暴れる利点ではありますな。そんなキララは片手剣キャラ。このゲームで片手剣が強いって言われる理由、その一つがバフ武器が豊富ってことです。これは聖剣の鍵ですね。うん、自身の HP 参照でチーム20口を配れる武器。そしてキララは HP 盛りのキャラ。もうキララにぴったりの武器ですな。聖剣はスキルを3回当てて発動ってのがネックだけど、キララの場合は長押しからタックル1回、そしてスキルボタンでかなり早く発動できます。もちろん敵が複数いればタックルするだけで聖剣は発動。ここまで聖剣が噛み合ってるのはニーローとキララだけですな。他のキャラでも発動はできるけどそんなに HP は盛らないですからね。それとこの最強バフ武器、倉庫なる自由への機械、これもキララは使いこなします。これ元素反応を2回起こして発動ってのが大変ですよね。ああ、それは大丈夫。なんとキララ、使
キル長押しからのスキルボタンで即発動。この発動の速さはカズハに匹敵します。ただ装甲発動しやすいのは水と雷だけかな。氷は草の元素反応がないので装甲発動できません。あと火は燃焼が邪魔して装甲発動できません。それでもシールドバッファーとしては先生に次ぐ強さを持ってると思いますぞ。結局キララより先生の方が強いのですね。ああ、そこも確認してきましたな。ということで雷電の超撃下で先生の耐性ダウン、そしてキララの貫突聖剣、どっちが強いか確認したよ。まあ結論から言えば先生の耐性ダウンの方が強かったです。具体的に言えば攻撃力3章の技は先生の耐性ダウンの方が強いです。逆に術師3章の技はキララの聖剣の方が強いです。ということはナヒータ様やテナリア・アルハイゼンはキララの方が強くなるのですね。うん、ダメージだけ見ればそういうことになりますな。まとめると聖剣か倉庫があればかなり強くキララを使えますぞ。それじゃあ次は元素爆発の説明ですな。わかりました。そしてこれが元素爆発、サプライズ特別配送というすっげー名前をしているけど、その名前の通り爆発倍率がサプライズだ。全プレベル6で約 800% とかすごいですよ。必要エネルギーも60と割と軽めな部類ですな。この元素爆発、まずは箱でどでかい一撃を当てます。そして周囲にニャルダモンという地雷をばらまきます。このニャルダモンは敵が触れるか12秒後に爆発するんだけど、この元素爆発は正面から出した時が可愛いです。うおお、なんだこれあざと可愛すぎだろう。もうこのポーズを見るためだけにキララを引くのもありですな。ちなみにこのニャルダモン、一部の技で吸い寄せられます。カズハカジンがやりやすかったですぞ。さあみんなもどんどん草ボンバーを決めていきましょう。これは水地雷が来るのが楽しみだ。地雷開花できたら凄まじく楽しそうですな。サプライズ特別配送は倍率がおかしい。テンプレベルが1上がるごとに50以上倍率が増えます。そんなわけで王冠食わせてテンプレベルをマックスにしました。うおー、倍率が1000を超えたー。とは言ってもキララはそんなには攻撃力は漏れない。攻撃力3章のマックス爆発は頑張って5万くらいでした。バフなし衝撃化も 1.1 倍なので10万ダメージは超えません。ニャルダモンは6個中2個が衝撃化を発生させる感じでした。ということで次はどの組み合わせが一番爆発ダメージが出るか検証してみますぞ。いよいよ武器生物のパートになるのですね。そんなわけでここからがおすすめ装備のパート。最初に言っておきます、キララはサポーターで使うのが正解です。それも破壊戦眼でシールド特化で使うのが主流でしょう。サブオプで HP を漏れているなら旧貴族の方が得だとは思います。草キャラなのに森林はおすすめではないのですね。キララは裏から攻撃する手段が無凸ではないので、効果時間が8秒しかない森林は使うのが難しいね。シールド特化型にするならとりあえず HP さえ漏れば OK。 旧貴族を使うならチャージを140以上は盛りたいですな。なるほど。だがサポーターこそアタッカーとしてネタで使うのが我がチャンネル。どのキャラと生物の組み合わせが爆発ダメージを一番出せるか試行錯誤していました。せっかく爆発倍率が1000を超えるので一撃ドカーンしたいですよね。そしてビビったことがあります。そう、二突ナヒーダを入れない方がダメージが出るのです。ナヒーダよりもユーゴロシモナを入れた方がダメージが出ました。それかなり意外ですね。おそらくこれはキララに術師3章の技がないせいかな。おらー、ほんとだ、ナヒーダを超えたー。ちなみにすっげー忙しくてシビアだけど、リサを終焉皿に変えるともっとダメージが出ます。ただこっちは時間的にキリギリを3層発動するのはほぼ不可能。これはキリギリ2層のダメージだけど、それでもリサ編成を超えていましたな。おらー、ほんとだ、1000増えましたね。でも検証は楽なリサ編成で行いましたぞ。そしてこれが結果になります。久しぶりに牢に逃げたなゲス野郎。自分は爆弾森林が一番ダメージが出ると思ったんだけど、実際はそんなことはなくて森林旧貴族が一番ダメージが出た。キララは HP 上限でスキルや爆発ダメージが上がる固有テンプがあるけど、ハイも時計も HP にしたやつは一番ダメージが出なかった。時点でダメージが出たのが絶縁セット。チャージ効率の関係もあるので、爆発アタッカーするなら絶縁セットが良いと思いましたぞ。けど森林旧貴族が一番ダメージ出ると海外でしたね。ああ、自分もそう思いましたぞ。最近は熟知環境だったので熟知盛るのが正解だと思ったけど、キララは圧倒的に攻撃力とダメバフが不足しがちになるっぽい。射撃下の反応倍率は 1.1 倍程度なので熟知はあればラッキーって感じでしたな。爆発を強く使うなら攻撃力とダメバフを盛りまくるのですね。そういうことになりますな。
そしてこの子優先、進化タイプの効果なら強いと思ったけど、実際はただ加算されるだけの効果なので微妙でした。けどシールドと爆発を両立させるなら、バンガン結力を持たせて破壊戦眼はありかな。おらー、まとめるとキララで爆発アタッカーをさせるなら、常用ビルドで行くなら絶縁セット、ダメチャレなら森林級貴族、シールドも使うなら破壊戦眼って感じになります。ということで次は武器ですな。割と早く生物のパートが終わったー。そして武器なんだけど、サポートで使うなら限られています。自分の一番のおすすめは聖剣の鍵と倉庫になりますが、まあこれらを持っている人は少ないと思います。時点のサポート武器は祭礼の剣かな。無課金の人は原木刀もありだと思いますぞ。今のはサポートキララの武器になるけど、常用アタッカーで使うなら結局はバンガン結録に落ち着くと思います。バンガン結録はステータスを整えやすいので使いやすいですね。キララで爆発ダメージを一番出せるぞ。それは会心ダメとダメバフも漏れて攻撃力も高いキリギリになりますが、バンガン結録もアタッカーキララに必要な会心と攻撃力と HP を漏れるぞ。おらー、だから常用捨てでキリギリの次にダメージを出せますぞ。あと意外なことにハランも結構なダメージが出せました。参考になれば幸いですな。いや両方とも貫突してるので絶対に参考にならないんだよなー。うわー、そして自分は貫突していない星5武器を探した。そしたらあったぞ。幻の武器、残酸の刃である。うおー、なんだこれ見た目ティアトリプル S かよー。これシールドするとバフかかるのでキララに噛み合ってるね。まさかこんなのがキララの持ち武器だったなんてー。貴様全世界の残酸愛好家に謝れ言わんこふよ。ひえー。そしてこの武器、無突なのにかなり良い感じのダメージが出る。貫突したら結録は超えそうですな。うん、次のバージョンできっとこの武器は復刻されるぜ。おらー。いやこんなのより早く狩人を復刻しろほよばーす。こらー。そんなわけで武器も牢に逃げました。基礎攻撃力が高く会心ダメかダメバフ漏れる武器が強い印象。逆に熟知が漏れる武器はそこまで強くなかったです。星4のダークアレイが検討してるのが意外ですよ。ダークアレイは基礎攻撃力が高くてダメバフ漏れるからね。オプションが会心率の武器は冠を会心ダメにする。それでかなり良い感じのダメージが出せますぞ。そしてビビったことは聖剣の鍵で全然ダメージが出ない。聖剣の鍵は基礎攻撃力が星4以下ですからね。ほんとこのキャラは熟知の恩恵があまりありませんな。ということで武器の説明はこれで終わりですぞ。次は編成パートですね。いや実は次はダメチャレパートである。すごく現実的なことを言います。無突だと先生や逆術の代わりはできるけど超えるのは難しいかな。まあ言うて星4キャラですからね。けど貫突すれば今のテンプレパーティーをさらに強化できるポテンシャルを感じたので、今回の編成紹介は貫突した後に行います。だから先に無突の限界値を見て無突パートを締めたいと思います。武器はキリギリ、生物は森林級貴族で行いましたぞ。ということでダメチャレメンバーはこれでいきます。ナヒーダやアルハイゼンみたいな熟知参照の技がないキャラ、これは攻撃力と会心ダメを最重視しますが、もちろん撃破でダメージを出すのである程度は熟知も必要だから、こんな感じの采配になりました。これ前回の逆術もこのメンバーの方がダメージ出たのでは。ああ、自分もそう思いましたぞ。前回の逆術ダメチャレは失敗だ。だから今回のキララで挽回しますぞ。頑張ってください。もちろん被害者は柔らかマシュロボ、そしてキララでダメチャレやってる人が多いらしいので、今回は久しぶりにストップ解説いたします。これ作るのが面倒で最近サボってましたよね。ギクー。まあ今回の最大のポイントは終焉と聖剣をちゃんと発動させることだね。特にキララに行く前に終焉スタックは3つ貯めておきたい。どうしてですの？ああ、今回はモナからサラキララって順番になる。そしてモナのダメバフ効果時間は5秒。だからかなり素早く行わないとダメバフが切れる。そのために即終焉発動できるくらいスタックを貯めておくんだね。竜殺しを発動させるためにモナからキララに変えるのもポイント。ここややこしかったですね。これで準備が完了だぜ。あとはモナから最速でコンボを決めるんだ。ここからサラで雷元素を付着してキララの攻撃力も上げる。さあ再配達の怒りの一撃が作動しますぞ。おらー。うおー、無突で62万ダメいったー。ふむ、現撃下のためのサマーソルトで約6万、そして爆発で62万、じゃあ合わせて大人の死者誤入で70万ですな。このゲスやろー。ということで突を進めていきますか。貫突したらこれがどこまで伸びるか楽しみですね。高評価、よろしくお願いします。
あここからは急いで凸を説明していくぜ。いや星4キャラは凸しやすいのでゆっくり説明しても良いのでは。おいおい、そんなことするとまた動画時間伸びるだろ。自分でも最近の原神の動画時間は異常って思っているので、もう要点を抑えて簡潔にわかりやすく説明したい。そんな一凸効果は爆発のニャルダモンの数が増える。以上。畜生お前それは省きすぎだろう。うわー、一突効果はキララの HP 上限8000ごとにニャルダモンが1個増えます。HP が32000以上で最大4個増えます。無突だと最大6個なこの地雷、一突すれば最大10個まで置けるようになるんだね。これだけあれば敵に地雷を当てやすいですね。ただ地雷は狙っては当てにくい。だから風キャラを使えば当てやすくはなりますな。ということで常用ステータスのキララで地雷テスト。結録使えばアタッカー編成にしても HP は24000は超えます。だから地雷を9個受けるんだね。割とすごい勢いで敵の体力が減ったー。ところでこの地雷、どれくらい撃破反応を起こせるのですか？ああ、連続で当たった場合は3個中1個が衝撃化になるよ。だから9個受けたらそれで十分ですな。なんか8万ダメとか出てやばいですよ。騙されるな、それはナヒーダ様の滅情3号ですぞ。なんですとー。個人的にはキララは開花編成よりも月下編成の方に向いていると思います。理由はあんまり草付着をしないから。それと裏で草付着させることも難しいから。けど一突すれば地雷で草付着の量を増やせます。開花編成でキララを使いたい人はぜひ一突狙っていきましょう。二突効果はマルチ向けになります。箱モードで触れたチームメンバーにシールドを付与できるようになります。ただこのシールドは若干弱いです。ソロで遊ぶことが多いこのゲーム、二突効果はあれば嬉しい程度で重要ではありませんな。三突効果は元素スキルのテンプレベルアップ。キララをシールダーとして使う場合は最低でもテンプレベル9は欲しいです。アペプ不足で悩まされる昨今、素材を温存できる三突はありがたい効果ですな。アペプ素材、前回の白術でほとんど使いましたからね。テンプレベルが上がればスキルダメージも増える。だからスキルダメージを増やす武器、アルハイゼンの水耕の採用。この武器を使ってどれほどスキルダメージが出るか試してみた。水耕の採用は熟知基準でスキルと通常攻撃が強くなる武器。だからナヒーダと終焉エミちゃんで熟知を持ってみた。ただ発動には癖があって元素ダメージを通常攻撃で当てること。今回は貫突ベネットの元素変化を使って発動したけど、うん、箱モードで3万ダメージとか出て面白かったですな。ただこれ面白いだけであまり強くはないですね。じゃあちょっと他の使い道がないか探ってみるよ。こうして生まれたのが水仙夢キャッツ。そう、キャンディス爆発の元素変化を使って、キララの攻撃を水変化させて水耕の採用を発動するのです。そして強化通常攻撃と忍の超撃化で攻めます。水仙はダメバフと攻撃力の両方を持ってくれてありがたいですぞ。冗談だと思ったら割と強くて草元素を。ぐへへ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 。ちなみに箱モードでジャンプして、ジャンプの頂点でスペースキーを押すと落下攻撃に派生できますぞ。そう、これがドラゴンキャッツストライク。これ今日のババアナレッジですぞ。今日の豆知識ありがとう。それじゃあ次は4突ですな。でんで、この4突効果がやばい強い。うわーん、字が多いやだー。まあ簡単に言えばキララシールドしてる時は裏からでも草攻撃できるって内容ですな。この裏からでも発動する草攻撃、これを専門用語でニャルダモンミニと言います。ニャルダモンということは地雷ですか？いや、なんか地雷とか出ずに普通に草ダメージが出るだけですな。発動間隔は 3.8 秒なので1シールドにつき3回発生する感じだね。ただ注意点があります。この草追撃の発動トリガーは通常攻撃シリーズを当てること。スキルや爆発の攻撃を当てても草追撃は発動しないですぞ。もちろんこの草追撃は草元素ダメージ、開花や月下反応に使えます。あと倍率が 200% なので何気に強いです。この草追撃は爆発判定なので吸気族や絶縁の恩恵も受けますな。畜生、スキル判定なら洗顔牢骨使えたのに、調整うますぎだろほよばーす。さらに調整うますぎるポイントがこれ。ライデンの爆発後の攻撃にはこの効果は発動しません。これは命中判定が元素爆発とみなされてるから。この攻撃は発生判定が通常攻撃で、命中判定が元素爆発なのでこんなことになってるんだね。ほんとややこしいなもー。
そしてセノの元素爆発。これは発生も命中も通常攻撃とみなされています。だからキララの4突効果はちゃんと発動しますぞ。これはまさにジェネリック草トーマですね。そんなわけで恒例の雷電討伐。セノは開幕で雷電を討伐するのが割と難しかったけど、キララの登場によりそれが簡単になりました。そう、終焉と倉庫と聖剣、これらを全部使うドリームな武器爆編成が実現したのです。これはなんとニューエンドオブデストロイマハマトラ。ナヒーダなしでも9万8万出まくります。そしてシールドしてるのでぶっ飛ばずに実用的なのです。やったぜ、時代はオールウェイズデストロイマハマトラだー。ほんとひどい編成名ですなそれ。ちなみにこの時のステータスはこんな感じになってましたぞ。もう常用装備なのにダメチャレみたいな捨てになりましたね。自分が思う4突の一番素晴らしいこと、それはキララが控えに回っても倉庫が発動できることである。操作がミスって表で倉庫が発動できなくても保険で裏から発動できるのはすごく助かりますぞ。これ素早い敵にすごく効果的ですね。そして5突効果は元素爆発のテンプレベルアップ。テンプマックスのスキルダメージは1200を超えていました。スキルダメージが1200とか初めて見ましたよ。あとニャルダモンは倍率 75.7 で10個出せるから、スキル倍率と合わせて爆発倍率は1968だね。もうとんでもない倍率で草元素を。それじゃあ常用装備でスノ衝撃化ダメージを見るか、結論から言えば10万ダメージ近くになりました。ああ、これは貫突すればバフなしで10万ダメージは超えますな。いよいよキララの貫突ですね。キララの貫突効果、これはシンプルながらも強い。そう、スキルか爆発を出せばチーム全員に元素バフを与えます。最近多い場に出ているキャラだけではありません。控えにいるメンバーすべてに元素バフを与えるのです。草だけではなくて全元素ってのがすごいですね。ほんとスキルでも爆発でも、どっちか出せば元素バフがかかるのがすごい楽です。効果時間も15秒とかなり長めです。うん、ちゃんとすべての元素のバフがかかってますな。もちろん控えにいる忍にも元素バフがかかっています。だからこの効果は控えでダメージを出すサブアタッカーにも恩恵があるのです。八重様とかが強化されるのですね。でもまずはバフなし衝撃化のダメージを確認。ワク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 ー。おらー。おう、ちゃんと10万ダメージを超えましたぞ。もちろんバフ盛りした時のダメージも確認します。無突の時は25万くらいでしたよね。ああ、貫突したら30万ダメージを超えましたな。おらー、もう5万以上ダメージが伸びてやでー。キララの貫突は全部の元素ダメージがバフされます。ということは草だけではなくて氷もバフされるってことです。作中ではキララは世界をまたぐ配達員だから、クール宅急便も決めるんだ。オラー。そして銃撃連打を決めるんだ。オラ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 ー。なんだよこれ、あやかじゃんかよー。いかようにもなれる。それが猫の力ですぞ。だが忘れてはならない、キララの本懐はサポーターです。こんな感じの瞬間火力を出すアタッカーのサポートに向いていました。倉庫や聖剣があればライバルのシールドバッパー、そう、先生やディオニャや白術を超えるポテンシャルがあるけど、逆になければシールドが硬くて可愛いだけの猫になります。いや可愛ければそれでオッケーじゃんかよー。あとリアルタイムでステータスを参照する形のサブアタッカーと相性が良いです。具体的にはイエラン、ナヒーダ、イクアキ、八重様と相性が良いです。サポートキララを編成に入れる場合はこれらのキャラも入れましょう。貫突キララは控えもバフするので追撃のダメージも増えるのですね。それじゃあまずはテナリからご紹介。普段は先生が入るところにキララを入れています。テナリもダメバフが足りなくなるキャラなので銃撃ダメージが上がる倉庫を使いました。それでどうでしたか？ああ、貫突力術でサブアタケンバッファーした時と同じ感じになったよ。少なくとも先生の耐性ダウンよりこっちの方がダメージは上でしたな。マジかよー。そして次はアルハイゼン。今度は聖剣を持たせました。アルハイゼンもナヒーダもスキルダメージは攻撃力と熟知参照のハイブリッド。こういうキャラは熟知を盛れば盛るほど強くなります。だから聖剣なのですね。オラー。オラ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 ー。マジかよ、アルハイゼンの追撃1回で100万ダメージ飛びましたよ。そう、これがキラハイゼンの恐ろしさですぞ。
キララ先生は月下か開花しか入らない。いや、作弱が少ないのを逆手にとって普通に蒸発編成に入れれます。先生シールドを入れて安定取ったら大体 2.3 ミアくらいで終わるんだけど、このキララ入りのレインボーミア、なんと 1.8 ミアでライデンをフィニッシュできたのです。ほんとだ、最終弾は当たっていませんね。倉庫が使えるのがデカすぎますぞ。とても有名な編成、王城夜行、先生を監督した人はフータオの HP 管理が大変です。だったらもうキララを入れてしまいましょう。聖剣で10機盛るのもよし、倉庫で銃撃バフするのもよし、やっぱりこの2つの武器が使えるのがでかい。猛獣用タオでもかなりのダメージを出せますぞ。これぞ王城機構ですな。おいおい、イエランどこに行ってしまったんだよー。もちろん最後はダメージチャレンジ、無凸チャレンジと同じ編成と装備で行いました。そして少し前にこの編成だとキリギリの3層は無理と言いました。ごめん、それは嘘だ。サラから最速でキララの通常入れたらいけましたぞ。さあクラエ、これが本気の配達だおらー。うおー、80万ダメいったー。さで一番の一撃ドッカンできるキャラ、もうこれは間違いなくキララさんですな。ほんと恐ろしい可愛いキャッツですね。そして恒例の最終ステータス確認、熟知よりも攻撃力を盛りまくるのが正解でしたな。キリギリを3層発動できれば草ダメージは170を超えますぞ。もうこの草ダメージ、グローバフしてる感じですね。たとえダメチャレで非改心で失敗しても、つま先に地雷が触れて壊れるマシュロボの哀愁が半端ない。それでもやめられないダメージチャレンジ。さあ俺たちの戦いはこれからだー。これからだー。それでは皆さん、またねー。